すごい懐かしいです。9年前にデザインウィークの打ち合わせでこちらに伺ったことがあります。アーティストを志す君へというお話をしたいと思います。本当に AI 技術がすごく発展してきて、誰もが自分の想像している世界を簡単に作れる時代がいよいよ到来しています。そんな中でアーティストとして大事になってくることは、一貫した作家性だと思っております。これはでも本当にアーティストって生き方なので、この知識だったらすごく時間を忘れて楽しめるみたいな、自分がハマれるような分野を見つけてそれを突き詰めることが非常に大事によりなってくるんじゃないかなと。とにかく手を動かし続けることが大事だなと思います。作家性っていうものもやっぱり作品をたくさん見出していくうちに、そこに一貫して自分の特徴みたいなものがこう浮き彫りになってくる作業なので、形にすることから動いていくのが大事かなと思います。自分が子どもの頃どんなものに取り憑かれてたかとか、そういうのを思い出してみるとそこがヒントになっていったりとか、あとまあ自分が今まで作ったものにどんな共通点があるのかとかを深掘りして言語化していくみたいな作業をしていくと、自分の世界が広がっていくんじゃないかなと思ってます。なんかこれからは生成系 AI で簡単に映像が作れたりとか、自分の作った映画のアニメ版とかも簡単に作れちゃったりとか、自分が想像している世界の写真が作れたりイラストが作れたり、そのイラストを見せてそれを元に誰かとコラボレーションしたりとか、本当にいろんなことができるようになるんですよ。だからつまりなんか本当それぞれの人にメタバースが存在するみたいな。私も作品をこう出し続けてて、誰かがこう見つけてくれたら、あ、エミバースがあるみたいな感じで、そこを覗いていくとその人のデータが集積されて、まあ、エミバースが無限に作られる AI とかがこう存在してたりとか、それぞれのメタバースをこうみんなが覗き込むみたいな時代になってくると思うので、まあ、とにかくなんか自分が直感的にこの話だったらいくらでもできるな、こういう世界観が好きだなっていうのをこう極めていくのが、もしかしたら技術を磨くこと以上に大切になってくるんじゃないかなと思います。変化は楽しんでいます。それはもう時代によって表現メディアとかツールとか全て変わっていくものなので、正直2年前とかは NFT っていうものさえも想像つかなかったし、今やってる AI の写真も今まで想像できなかった技術だったので、あんまり先のことは考えてないです。本当に目の前に起きてることにキャッチアップすることで必死というか、人間の未来予想力みたいなところにそんなに信頼してないっていうところがあるので、まあ、ただ新しい技術とこう合流して作品を作るっていうのは、まだ他の人があんまり見てない景色を私は見れてるっていうか、今生きててよかったっていう本当に喜びがありますよね。やっぱり自分の一番好きなことっていうか、私の場合は昭和の文化とか平成初期の文化とかがすごく好きで、その時代のそのインターネットに影響されないでドメスティックに醸成されたものは何なんだろうっていう、そこが私がこうハマれるとこだったんですね。で、そういうものって結構時間を忘れて努力も全然苦痛じゃない、そこを突き詰めるためならなんかいろんな手段を軽やかに乗りこなせちゃうというか、それが自分の好きじゃないものとかだったらすごく辛い作業でしかないんですけど、まあ、そういうちょっとこれだったら自分の心理的にも努力すら苦痛じゃないなみたいなものを見つけられると、アーティストはすごく強いと思うので、自分の情熱に突き進んで頑張ってください。